こんにちは皆さんの心のサポーター小畑森代です前回イエス様は初めから十字架につくことが願いだったのか聖書を見ると神が使わされた私を信じろそのようにおっしゃられたユダヤ人は果たしてイエス様を信じて十字架につけたのでしょうかそれを一緒に見てまいりましょう。まず ヨハネによる福音書5章39節あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているがこの聖書は私について証しをするものであるしかもあなた方は命を得るために私のもとに来ようともしない私は人からの誉れを受けることはしないしかしあなた方のうちには 神をを愛愛するるがないいことを知っている私は父の名によって来たのにあなた方は私を受け入れない。ユダヤ人は聖書を信じてはいましたけれどもイエス様を受け入れようとしない。私は神から来たのにあなた方は私を受け入れない。そのようにイエス様がおっしゃられています。聖のの他の場所を見るとイエエス様ががルサレムが 見える山に登って街を見ながら涙される場面がありますあなた方は神の訪れの時を知らない街を見ながらイエス様は泣かれるのですユダヤ人たちは何とよ言ったかイエスお前はナザレの生まれお前のそのしゃべり方風貌人格何一つメシアらしくない イエス様の存在そのものを否定するかのような発言をユダヤ人はしてきたのですそれに対してイエス様はヨハネによる福音書十章三十七節を読んでみますもし私が父の業を行わないとすれば私を信じなくてもよいしかしもし行っているならたとえ私を信じなくても私の業を信じるがよい そうすれば父が私におりまた私が父におることを知って悟るであろうイエス様は自分の私の人格がどうしたこうした言うんだったらもう私のことは信じてくれなくてもいいでも私の技だけでも信じてほしい多くの人間をの病気を治していくこの技どこから来ているのか技だけでも信じてほしいイエス様は言われるんです。 しかしそれに対してもユダヤ人は「お前が使っている奇跡は悪魔の技だお前こそ悪霊の頭ベルゼブルだ!」このように叫ぶのです。そのような中でイエス様はある時激しくユダヤ人に向かって叱責される場面がありまます少しまた聖書でで読んでみます。 マタイによる福音書の23章27節偽善な立法学者パリサイ人たちよあなた方は災いであるあなた方は白く塗った墓に似ている外側は美しく見えるが内側は死人の骨やあらゆる不潔なものでいっぱいであるこのようにあなた方も外側は人に正しく見えるが内側は偽善と不法とでいっぱいである」。 偽善な立法学者パリサイ人たちよあなた方は災いであるあなた方は預言者の墓を建て偽人の火を飾り立ててこう言っているもし私たちが先祖の時代に生きていたなら預言者の血を流すことに加わってはいなかっただろうとこのようにしてあなた方は預言者を殺した者の子孫であることを自分で証明しているあなた方もまた先祖たちがした悪のス目を満たすがよい よマムシの子らよどうして地獄の刑罰を逃れることができようか。というのはユダ,ヤ人のことですユダヤ人はいつも言っていました神様がせっかく送ってくれた預言者をことごとく殺していった俺たちがあの時代に生きていたらそんなバカなことしなかったああ昔のユダヤ人はバカなやつらだこう言って過去の人たちのことを罵っていたんです。 しかしそう言いながら今最大の預言者メシアとしてきた私を殺そうとしているあなた方も同じように悪のマス目を満たすがよい蛇をマムシの子らよ、まあ、このようにイエス様が叫ばれたのですそのような中でユダヤ人はもうこいつ殺してやる十字架で殺してやるイエス様を信じて十字架につけたのではないのです ユダヤ人はもうイエス様を亡き者にしようとして十字架の刑につけていくのでありますパウロがコリント第一の手紙2章8節で言っていますこの世の支配者たちのうちでこの知恵を知っていた者は一人もいなかったもし知っていたなら栄光の死を十字架につけはしなかったであろうパウロは 無知ゆえにユダヤ人はイエス様を十字架で殺してしまったこのように聖句が残されているのでありますではその後ユダヤ人とイエス様はどうなっていくのでしょうか残念ながら時間がやってまいりましたまたお会いしましょうありがとうございました